はい、お世話になります。カプセルアクションストライクガンダムが設置されましたので回してきました。カプセルアクションでは初、宇宙世紀以外の作品から商品化されましたね。はい、今回もこちら1回1500円となっております。さあ、このシリーズの過去の結果、成績を振り返っておこうと思います。第1弾の RX78-2 では、4連続でメカニカルクリアを出しまして、5回目にカラーが出てコンプしました。そして第2弾のザク2では、3連続でメカニカルクリアを出して4回目にカラーが出てコンプですね。はい、続いて第3弾のジムでは、2連続でメカニカルクリアを出して3回目にカラーが出てコンプしています。はい、第4弾のシャーザクではいろいろと事情がありまして1回だけ回したんですが、その1回で、カラーバージョンが出たということで、はい、徐々にですが成績が良くなっていますね。第5弾以降は、ほぼ空張り商品ということで回しておりません。さあ、それでは早速1回目を回していきます。はい、カプセルの仕様は、過去のものと同じですね。半透明のカプセルで、カプセルの外からでも中身の識別が可能です。はい、カプセルアクションはアンサンブルよりもさらに大きなカプセルサイズになっています。はい、ということで1個目はストライクガンダムカッコブラッククリアが出ました。ある程度組み立てられた状態でパッキングされています。はい、付属のミニブックは組み立て説明書を兼ねております。今回のラインナップはカラーバージョンとブラッククリアの2アイテムですね。いつものメカニカルクリアについてはプレ版でストライカーパックのセットアイテムとして発売されておりまして、こちらの通常弾の方は、はい、ブラッククリアとなっております。クリア推計ですと造形の識別が困難ですので、カラーバージョンが出た時点で合わせてクリアの方もレビューしたいと思います。はい、それでは続きまして2回目です。半透明のカプセルからトリコロールの機体色が見えています。はい、ということで見事2回でコンプ、ストライクガンダム過去カラーバージョンが出ました。まあ素晴らしい結果ですね。一つ前のガンダムメカを含めてね、特に山場もなく動画の撮れ高的にはゼロですから、まあお前がガチャガチャで散財するところを指さして笑いに来てるんやぞという方々には申し訳ないんですが、はい、今月は勝ち逃げさせてもらいます。はい、組み立てです。頭部にアンテナを取り付けます。腕部は前腕の外装パーツを取り外してハンドパーツを接続後、再度外装パーツを装着します。そして両腕部を胴体へ接続。続いて両脚部は大腿部へ接続します。はい、武装はビームライフルとシールドを各腕に装備します。はい、それではストライクガンダムの設定解説です。地球連合軍に所属する大西洋連邦がオーブ連合主張国のモルゲンレーテ社の技術協力のもと、資源コロニーヘリオポリスで開発していた試作モビルスーツ。ヘリオポリスで唯一ザフト軍の強奪を免れた機体で、コズミック以来70年から71年にかけての戦乱において多大な戦果を上げたことが広く知られているほか、本機やそこに用いられた技術は以降のモビルスーツ開発史に大きな影響を与えた。 G 兵器のコードネームを持つ前期 GATX シリーズのうち最後に完成した機体で、デュエル、バスターと同じく X100系フレームを採用しているが、ストライクへの使用にあたってより高い汎用性を求められた結果、フレームは人体の構造を可能な限り反映できるよう改良が施され、さらにブリッツ、イージスからの技術的フィードバックも経た上で標準的な仕様でありながらより洗練された機体として完成。高度な運用柔軟性を有するとともに、ザフトのシグを上回る性能を獲得した。
最大の特徴はストライカーパックシステムと呼ばれる乾燥機構で、装備を乾燥することで異なる特性を機体に与え、戦況に合わせた運用を可能としている。はい、武装として57ミリ高エネルギービームライフルと対ビームシールドが付属しています。ハンドパーツは武器の持ち手と平手が左右付属します。3ミリ穴に対応するジョイントが付属します。ショルダーアーマー、膝の装甲、すねに合わせ目が入ります。首関節の可動域はそこまで広くはありません。ただしポージングに際して特に不備は感じません。肩関節は前方向にわずかに引き出せます。そして腕は地面に対し垂直近くまで持ち上げ可能です。肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は160度ほど曲がります。腹部と腰部の可動点で適度な前後屈と姿勢の傾けが可能です。そして腰に回転軸です。横方向、縦方向とも大きく開脚が可能です。大腿部に回転軸です。膝は180度近く曲がります。足首関節はやや柔軟性に欠け、可動には制限があります。外装パーツ、内部フレームパーツともに接着されている箇所もなく、最小単位までばらすことができます。そしてワンパーツで構成されていて、複数の色が使われているものは着色済みパーツということになります。首の付け根、腹部、腰部はボールジョイントです。肩ブロックの接続、ボールジョイントとなっています。肩関節もボールジョイントですね。肘は二重関節、手首はボールジョイントになっています。腰部はワンパーツです。また大腿部は別ブロック化されています。膝は二重関節です。足首はボールジョイントになっています。はい、サイズですが、カプセルアクションは G フレームの胸ぐらいの高さ、144分の1スケールのガンプラとの比較ではお腹ぐらいの高さになります。100分の1スケールのガンプラとの比較では太ももあたりの高さになります。 G フレームとの比較ですが、 G フレームのストライクを所有していないため、商品画像で簡単に比較させてもらいます。G フレームの発売2020年7月、販売価格2個で1100円でヘイルストライカー付きとなります。お互いガンプラより小さいサイズで、広い可動域に一部彩色済み内部フレームがあり、過密なディテールとデザインアレンジなど非常に方向性の近いアイテムではあります。はい、続いてガンプラエントリーグレードとの比較です。エントリーグレードの発売2022年1月、販売価格770円です。シンプルでプレーンな外観、極限まで構造を簡素化してパーツ点数も抑えたガンプラエントリーグレードに対して、カプセルアクションはディテールの密度が高く、デザイン的にもアレンジされていて、小さいながらも内部フレームがあり、精密ということで差別化はされているとは思いますが、武装の付属内容はお互い同じながらも、エントリーグレードは圧倒的なコストパフォーマンスで、価格コスパの差はいかんともしがたいですね。エントリーグレードの方が頭身が高くスリムで、劇中のイメージに近いのかなと思います。続いてガンプラマスターグレードとの比較です。マスターグレードの発売2013年5月、販売価格4620円です。マスターグレードにはエールストライカーが付属しています。ディテールの密度的には同程度、色再現度はスラスター内部などマスターグレードの方が正確ですね。マスターグレードはエントリーグレードよりもさらに頭身が高くスマートなプロポーションです。カプセルアクションは小さいアイテムですので仕方ありませんが、腕回り、足回りのパーツが厚ぼったくスマートさには欠けますね。は
はい、最後に同一シリーズカプセルアクションガンダムとも比較しておきます。2023年2月発売、販売価格は1500円です。これまでメカニカルクリアは透明のクリアでしたが、今回のものはブラッククリアとなっています。メカニカルクリアにはビームサーベルやバズーカなど何かしらおまけ要素がありましたが、今回はカラーバージョンもクリアバージョンも内容は共通でおまけ要素はありません。また内部フレームはシリーズを通して共通でしたが、今回はストライクのデザインに合わせて肩にパーツが追加され、腹部のパーツが変更、膝関節より下のふくらはぎや足首関節のパーツも変更されています。はい、ということで以上カプセルアクションストライクガンダムのレビューでした。ありがとうございました。はい、でモビルスーツアンサンブルガンダムメカについてなんですが、 G ファイターとガンダムがあるんだったら G スカイできるんじゃないですかという問い合わせをコメントでいただいておりまして、まあ、確かにそうだなということで、はい、すいませんでした。ですね、 G ファイターの B パーツ要素を外して G ファイター用のジョイント、ガンダムの腰部を接続した上でコアファイターを接続して G スカイ、ジョイントガンダムの腰部を使わず直接コアファイターを接続して G スカイイージーとなります。はい、以上でございます。失礼いたします。